今俺がだから肉2とデザート1当ててんのが、はい、で俊二が肉とご飯ユッケ、ああ五ね、手は意外だったわマジで。じゃあロースの塩だれと普通のハラミをください、はい、よし、サラダいっとこうか次。いや鶏いきたいっすか。それお前が食いたい何回も言うとくけど、じゃあ今キュウリで結構サラダいらねえなと思っちゃった。違うよ、だからなんだよお前さ。いやいや、挟まして。お前企画の意図分かってるよね。すいません、鶏ももの塩。何お前勝手に鶏ももの塩とか頼んでるお前。俺、創作焼肉1個あると思う。いや、俺は全然どれもいらないです。いらないですとかじゃない。塩だれロースと、はい、ハラミのタレです。うまそう、はい、塩だれロースと肉が牛角カルビは入ってたよ。上カルビって頼んでないよね、俺ら。頼んでないです。言っていいと思いますよ、上。でもな、上カルビも2種類ある、うん、牛角上カルビと黒毛和牛上カルビ値段が全然違うけど、黒毛和牛を頼まん。高いからランキングに入ってるほどとは頼まんと思う。骨付き上カルビも、中落ちカルビもあるし、牛バラトロカルビってあって、あ、牛バラトロカルビは俺好き。好きとか嫌いとかじゃないねん。卵で食うねん俺。タレ入れてダーってやって、こういうことやろ。あ、そうそうそう、サッとね。サッとねとか通な食べ方してないじゃん。じゃあ牛角上カルビをください。はい、俺それ食ったら多分終わりやね。さっき言うとくけど、え、ライス入ってるとかないよな、まあ、もう一個な。そんなアホな、ラストに白米だけは食えんぞ。どうしても一個わかんないっつって、ライスって何と一緒に食う。無理よ、ライスいっとく。普通のライス、いや絶対だってと信じたい。だってショーでいいんやからさ。じゃライスのショーをカルビ専用ご飯のショーにはできないから。でもライスとしてカウントしてほしい。違う、別物やからそれ。うん、ハラミやわ。ハラミ全部いけます。いや無理。すぐロース取れちゃう。うんうん、ロース好きだし、肉食ってます感じしますね。パサついてる感じが、うん、パサついてるって言わないんですか。え、肉の歯ごたえがしっかりしてるって言わないですか。いや、パサついてるやん、ロースって。ロース好き怒りますよ。じゃあ牛角上カルビですね。はい、ありがとうございます。うん、こちら鶏ももののタレです。鶏ハラミ入ってますか。入ってます。よし、それで6、6、6、今6やんな。ロース入ってますか。入ってます。よっしゃよっしゃよっしゃ、7やろ今、はい、あと3。問題はライスや。いや、ライス頼むならもうここだって、ここしかないよ。じゃあお前ライスもんが2個入ってると思うか。思わない。後々みたいな不安なこと言うから。行くなら今で。油多めの情報。分かるよ分かるよ分かるよ。白米な。うん。じゃないと食えんじゃん。いやでもちょっと待って。ライス系か、冷麺系か、スープ系。あとだってサラダも俺ら行ってないよね。サラダは入ってそうじゃない。でも一テーブルで2人前行くことって絶対ないじゃん。サラダって。どれもない。じゃあお前何が入ってんのか。何が入ってるか、カモロース。絶対いやもうご飯行くならもうここじゃないと、もう絶対だから。どうするかやって、早く決めろよ。ここで一着決めてよ。俺サラダは入ってると思うね。とりあえず一回上カルビを1枚食べてみる、何もなしで。無理そうだったらご飯頼む、俺はもう。お前それでライスが入ってなかった時のダメージ相当やね。相当だけど、単品で上カルビを食い切れる自信がない。うまっ。意外と油っぽくない。なあ、ライスなくてもいける。よし、俺も行くで。トレギサラダください、はい、もちろんハーフで。ハーフで。うわ、嬉しい。ちょっと鶏一回食って。うまっ。結局鶏が一番うまいんだよ。焼肉屋じゃなくて焼き鳥屋行け。いや
タレ無理だわ。この塩だれとかでないと食えない。ちょりぎさがらですね。はい。タラくんで。もう何頼んだ？何だ？ライスください。はい、ライスね。ショーで。はい、ショーで。もうとりあえず鶏切けば。鶏肉は入ってません。入ってません。はい。します。もうふざけられない胃袋になってきた。じゃあライスの詳細です。生姜でけ。俺分かった、上タンだわ。ジョーシリーズの中だったら上タンだわ、絶対分かっちゃった、気づいちゃった、気づいちゃったわ。言わない。上タン賞、上タン賞ね。ジョーカルビ入ってますか？入ってます。はい、トレージサラダ入ってますか？入ってません。あと何個は？ジョータン賞とライスでフィニッシュ。フィニッシュ。ちょっと頼まんといて。うわ、苦しい。ああ、マジで苦しいよ、クソ。いやいや、ノーマルライスは無理やで。昔さ、小6とかの時にさ、スキー場にもう一人で行ったりした。うん。でお金ないじゃん、小6だから。うん。1枚頼んで醤油かけて食べた。小学校の思い出再現じゃなくていいの？白ご飯にまつわる話をちょっとポンと入れようかなと思っただけだろ。無理やろ、だって醤油じゃないし、これ醤油。醤油くださいじゃないの。いいのよ。じゃあ霜降り状態します。はい、霜降っちゃってるもの。あとお皿変えますか？あ、大丈夫、もうこれで終わるんで。はい。あー、上手切るの。もう先輩に焼かして、先輩に切らして。焼くの好きっすよね。そうね、バーベキュー一緒にやっても絶対焼いてるもんね、命まで。最初に絶対ウインナー焼いて食べてる一人。ウインナーデイ。本当ウインナーしか食べない。ウインナーがバーベキュー行っても。あー、これうまい。これこれで、これこの、あー、やばい。うまっ、あ、いけるわ。レベッチ。あ、でもこれご飯食いきれねえな。すいません、醤油ください。ライス入ってますか？入ってます。ファインプレー、ファインプレー。上タン塩入ってますか？入ってません。そうだわ。